健介のワイド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はい、どうも、はい、どうもワリホンでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。順風男女とひねもすのたりの平野健介です。はい、私が渚しぶちでございます。よろしくお願いします。5月最終週ということで、はい、そうだよ、5月最終週ということはもう、はい、来週から6月、はい、ということはということは順風男女、はい、コント公演 GoTo コントのですね、はい、はい、本番がもう2週間後、2週間後ですね、はいはいはい、はい、でございますが、だから、まあ、この配信日ぐらいにはもう稽古めちゃめちゃ佳境ってことね。めちゃくちゃ佳境でございますね。いやどうなってるやら、子が生まれて初めての、まあもう何回も何回も言ってますけどね、いやいや、とりますけども、うん、この今収録日で、うん、まあ、4月の末、うん、まあ、ほぼ5月頭だけど、うん、現状どんな感じなの、稽古のペース的には。現状はですね、うん、今回はじ、前回の順風男女コント公演お天候天お天天が、うんうんうん、コロナ明け一発目の本公演ということと、うんうんうん、あと、順風男女メンバーのみで、はいはいはい、ね、作家も男女メンバーののみ、まあ、男子ですけどね、うん、順風男子のみっていう感じになっておりまして、で今回その体制で2回目そうだねということになっておりましてですね、うん、ね、前回の公演の、うん、なんて言うんだろう、ムラムラというか、そのなんか前回の公演の時もね、ラジオで言ったかもしれないですけど、うん、やるぞやれるぞってこう久々にみんなの前でコントができるぜみたいなのを、多分私たちだけじゃなくて、なんかこう、まあ、変な下北一帯というか、はいはい、演劇界一帯みたいな、なんかその変な興奮みたいなものがこうあって、うん、すごくこう前のめり、コント楽しいみたいななってたなって、なんかみんなのテンションがやっぱ一つにちゃんとなってた、ちょっとこう一個上がってるというか、うんうん、ハイになったんですけど、うん、今回ですね、結構あれあれどうしようみたいな、なんか別にめちゃくちゃ低いわけじゃないんですけれど、うんうん、なんかもうね、これ散々ラジオでも言ってますけど、もうよしコントをまた日常の中で復活していく中で、お祭り騒ぎの中ではなく、その面白いコントを作っていくぞっていう、このちょっと冷静な部分、日常としてそうそうちゃんとやるぞやるぞっていうところの、このなんですかね、踏ん張りというかがですね、今回かなり、なんでしょう、みんな、なんだろう、前回のまあ追っちゃいけないと思いつつも、前回かなりこう結構手応えがあったなっていうのがあったので、順風男女の公演の中でもかなり一体感があったなと思ったので感じておりますね、今回。だから本当にネタ会議一発目で、それこそ本当の本当の一発目で配信をやったんですよね。ああ、そうだね、オンライン配信、あの本読み、はいはいはい、本読み配信をやらせていただきました。本当に実験的にやらせていただいたんですけど、でやって、でそこで本読みやってたんですけど、そこでの手応えが、うん、おもみたいな、いけ大丈夫かみたいな、一瞬ふわっと、あんまだったそう、あんまなことな、みなんかあれ配信の緊張感みたいなのが、あ、確かにね、ちょっとどっちかわかんないよね、そう、本自体なのか、そうとかもう思ったんですけど、もうみんなそこでなんかちょっとやばいと思ったのか、またちょっと作家で急に集まりまして、うんうん、ちょっとやばくないじゃない感じ、あ、そうだった、そうな感じになって、シュッとみんなして、でちょっとなんでしょうね、まあ私とにかく今回参加できない、全面的に、うんうん、まあ子供がいるっていうのはね、理由にするのもちょっと関わるところもあるんですけど、うんうんうん、もう全、まあ今までちょっと状況が違うということで、うんうん、ちょっとやっぱりネタ的にもちょっと引いてるというか、うんうん、当たり障りないって言ったらあれなんですけど、まあ、変な話、その、音響照明みたいなこととかをちょっと控えめになってたりとか、
自分のネタ上、そうそうそう、なんか控えめというか、そう、まあ、効果的なこともそうなんですけど、うんうん、あと割とその当たり障りないって言うとあれなんですけど、うん、そのなんだろう、オーソドックスなネタ、うん、まあ新規性みたいな、要はそのあんまり前のめりじゃないというか、新鮮さがあんまりない、うん、まあ、まあ、かい、今言ってみてあれだな、今は思うんですけどっていう感じにちょっとなってしまっていたなっていうのも感じて、うん、本当に申し訳ないんですけれど、あの配信の時にこれを、うん、読んだやつを完全にもなくして、うん、もう新たに、うん、あ、そうなんそうそうそう、新たに、まあ、今回その、まあ、前回ちょっとちらっと言ったんですけれど、前週ちらっと言ったんですけれど、前々週か、あの AI を使ってネタを書くっていう、はいはいはい、もうちょっとどうなるんだみたいな、うん、まあ、もう今本当もう猫も杓子も AI 言ってるじゃないですか、うん、まあ、その中でやるのもちょっと恐縮なんですけども、まあ、まあ、来年やったらもう遅いなっていうのもあったんで、まあね、まあ、そうそう、ちょっと AI でを使ってコントネタでやってみるっていう、ちょっと趣味と丸出しで、うんうん、もうちょっとみんな助けてねんじゃないですけれど、うんうん、っていう感じでちょっとわーっと外に向けてそういうネタを書いたら、同時に同じぐらいのタイミングでみんな他の作家のみんなも、うん、その書いてきて、そうそうそう、ドバッとこっちのネタで読み合わせ配信すればよかったみたいな感じ。いやでもそれでこそ、はい、でも1回目やった意味はあったんじゃないですか、うん、そう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 、うん、かなっていう感じでございますけど、確かにその1回目の本読みを外に向けてというのは初だから、うん、それはなんか違う緊張感もあっただろうね、うん、もしかしたら今までだったらその場のノリで、うん、あ、面白いじゃん面白いじゃんで、うんうん、それで進んでたかもしれないけど、うんうん、ちょっとやっぱ外の目意識した時に、うんうん、あれこんなんじゃダメかなって思って上がってるのかもしれないし、うんうんうん、そうですよね、うん、っていうの、まあだからどう、私たちにはめっちゃメリットでしたけど、ご覧になってる方々にメリットになったかどうかみたいな。でもそれはさ、うん、逆に言うとさ、はいはいはい、その回しか読まれてないネタって言う、いやもうそうですよね、まあ、めちゃめちゃレアものじゃない、そうそう、まあ、それがまたねこれは難しいところで、私たち生配信みたいに本当に慣れてなかったので、うん、やっぱちょっとマイクが遠いよとか、なんかそういう機材的なこととかもあって、まあ、まあね、まあ、でも本当に、そんなにチケット代が、ね、バカ高いわけではないんですけど、配信チケットが、ね、高いわけではないんですけど、お金を払って、ね、見ていただいているっていうことを考えたら、うん、もうちょっと今後頑張っていかなきゃいけないなと思います。時間もちょっと見づらい時間になってるね、なんかまあね、本当に、まあ、っていうのも本当にこれがね、メンバーが集まれないっていうのがあるんですよ、ね、あれ時間じゃないね、まあ、のもあって、まあ、そんな愚痴は言いつつなんですけど、うん、だから本当にやっでまさかのな収穫でしたよね。だから、うんうん、お客さんに見てもらう、本読み1回目を見てもらうことの緊張感がそこであったっていうことって、うんうんうん、これをやってるところってないんじゃないかなと思って、あのね、なんかないけど、はいはいはい、そう、前もだから年末に言ったけど、俺それをやるべきだと思って、はい、あ、本当に、あの、うん、生配信をするべきかどうかともなく、録画しとくべきだっていうのを言ってて、うんうん、ずっとじゃあもうやっぱね、絶対価値が出ると思うんですよね、本当に。そもそもこれを言ってたのが、あの、なんかをやっぱその何かこう収入とか、うんうんうん、とにかく売れるものを売っていかなきゃいけないっていうので、うん、もうですね、打ち合わせ、年明けの打ち合わせぐらいの時の、あ、そうか、チラシの撮影の後かなの時に、うん、みんなで、あの、なぎさんが言ってたんだけどさてなぎさんも言ってたんだけどつって、あの、やろうっていうことで盛り上がってなってですね、うんうんうん、まさしく やったっていうことなんですけどね。いやー、なかなか面白いというか、まあ、難しさもありつつですけどね、やっぱなぎさんがおっしゃってたことは、うん、やっぱその収入にしてかなきゃいけないっていうことで言って、うん、おっしゃってたって、基本的にはそう、うんうんうん、つまり、あの、今流行りのプロセスエコノミーってやつで、はいはいはい、本番のチケット収入だけでやるのはやっぱ限界がどうしてもあって、うんうんうん、で物販もそうだし、うん、その物販もあの、ね、要は制作コストがかかるわけだから、はいはいはい、こんな大きな収入になるわけでもないって言った時、あと何が売り物になるかって言ったら、やっぱ稽古風景だったりとか、うんうんうん、それこそ会議風景だったりとか、うんうんうん、どういう工程であれができたんだっていうものを全部残しておけば、うんうん、売り物たり売るなっていうのがあるから、そうですね、うん、
それはもうだからとりあえず何でもカメラ回しときゃいいって俺は思うんだよね、うんうん、確かに確かにそうですね、だからその変な話今なんだっけセクハラだパワハラだ、うんうんうん、言ってもうなんかカメラ回せみたいなのとかある、ね、そうしてるところとかもあったりとかするんで、うんうん、まあ別にどうせ回すんなら売っちゃえらよっていう感じの ね、うんうん、ですよね。いやーって欲しい人ももちろんいるでしょうけどね、うん、別にね、はいはい、順風のコアファンだったらもちろん、はいはいはい、稽古の様子から見たいっていうニーズもあるだろうし、はい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 、あともしかしたらだけど、うん、コントってこうやってだん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 できていくんだなを知りたいニーズもあるかもしれないんだよね、あ劇団側と作る側のっていうことか、あそう結構言われますね、うちの劇団はどうやって作ってんのって、うんうん、やっぱその基本的にそのやっぱ船頭を多くして船山に乗るはやっぱりその結構割と鉄則化されるじゃないですか、うんうんうん、その割とどこ行っても劇団とか行っても、うん、そのオムニバスものをやっていたとしても、はい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 、総合演出の方がいらっしゃるので、まあ、うちは結構言われますね、なんか、うんうん、どうやってやってんの仲悪くなんねえのみたいな、まあそういうこともそうだと思うんですけど、まあでもそういうの全部経てみたいなのはあるんですけど、そっか、いやでもねなかなかその厳しいというか、私今さらに子供ができてからさらに実感してるところではありますけれど、うん、順風をやっていたいし、順風、自分自身が順風男女に順風、自分自身が順風男女が必要なんですけど、うんうんうん、って思ってますし、私が自分がその家族を養っていくために表現者として順風男女がめちゃくちゃ必要っていうのも、うん、もちろんあるんですけど、うん、今この時間がなくなってくる中でいかにその、うん、そこを新しくてその経済的なことを生んでいくかっていうことが、うん、どうしたらいい、まあだからそこまでを例えば平野君が一人で考えるっていうのはやっぱり良くないですから、まあまあそうですね、やっぱりそれはみんなの総意でってことにはなると思うけど、なんか凪さん今そういう資格を取ってるファンドレイザーっていう資格取ってるわけじゃないですか、うん、なんかそれってなんいないんですかね、でもあそう制作さんってことなんですか、まあもちろん制作さんは常にそれを考えてると思うけど、ファンドレイザー、うん、ファンドレイザーっていう資格を持ってる制作さんはあんまりいないかもしれないけど、基本的にはその資金調達っていう意味ではみんな考えてると思うね、そっかそっか、でもナイさんはその資格は独立した時のことを考えて取ってるみたいなことなんですか、いやでも元々はやっぱりそれこそ劇団、はい、まあ、どことは関係なく、まあでもそっか劇団のためになればなと思って勉強を始めたっていうことね、その資格を取ることが、はいはい、あの目的っていうよりかはファンドレイズというそのつまり資金調達の方法っていうのでそれを勉強しようと思って勉強して、はいはいはい、で結果その資格を取ったっていう、なるほどなるほど、あもうあじゃあ合格した、ね、あの、はい、純ね純あファンドレイザーで、おめでとうございます。この間収録中がなんか前日試験前日だ、その状態だっけ、言ってなかったですか、ああ順は取得してましたでもいやそれがやっぱ順が取れるかどうかが結構実は大きくって、あでこれはね難しいんだけど、順認定と普通の認定があって、はいはいはい、それを取るためには、はい、ファンドレイザーとしての経験が3年ある人しか受験資格がないの、順でも純かってことですか、純で、純の状態、純の状態でというか、はい、仕事としてファンドレイジングをやっている人、はいはいはい、3年経験者がある人が認定ファンドレイザー、はい、あ、純じゃなくて、そうそう、純を取るためにはっていうのがあって、そうすると俺仕事には別にしてないから、はい、勉強してただけだから、あじゃあもうそっか、だからちょっとね、その受験資格もない状態なのね、あだからまあなんかで、それこそ衝撃上界に何かちゃんとお金を俺がもらってファンドレイができるということを何年かやるとやっとその順が取れて認定になるんだけど、そもそもお金がないところからお金を取って仕事にするっていうのも難しいし、ここがなかなかね悩みどころなの、いやー難しいとこですね、だから本当はそのファンドレイザーを募集している、はい、就職何求人とかも一応あるから、はいはいはい、そういうところをちょっと狙ってたりしたこともあるんだけど、
そうすると今度は矛盾なんだけど、順がついてる人より順がついてない人の方が採用されるのよ。ああまあそうかそうか、そうですね、ファンクリエイターを募集っていう人ね、まあまあ、そうね、うんうん、だからそこには弱かったりするんだよ。むずいな、むずい。だから本当につてというか渚もみたいなことになってくるってことですね。あ、まあフリーでっていう意味ではそうだよね、うんうん、なんかはで、それでなんかちょびっとずつでもあの収入にしてた経験がありますというのが3年間あれば、はいはいはい、あの受験資格があるから、はいはいはい、でそれでまあ例えばその認定を取ったらもうちょっとさらに仕事の幅は広がるような気がする。なるほどね。いやでも勉強してるだけだからね今のところね。そっかそっか。でもなんか思ったんですけど、結構去年の一昨年か、うん、一昨年の文化庁の AFF を、うんうん、みんな取得したことによって、うん、劇団がですけど、いろんな劇団が取得したことによって、うん、みんな法人格に今なってるっていうことを考えたら、うんうんうん、多分なぎさん順風男女の財政ではだいぶ厳しいんですけど、うん、もうちょっと売れてるところだったら順で欲しいっていう人いるんじゃないですか。なんか経験になりそうなところでね。なんか別に俺もそこからなんだろうね、はい、めちゃめちゃ暴利を貪ろうとは思ってないから、ほんとちょっといいよね、ちょっとずつでもなんかアドバイスしたことに対してちょっともらうとかっていうことさえやっていれば、はいはいはい、それも経験にカウントされるから。そうなんだ。だからそういうのでもそう、だからそういう活動もしようかなともちょっと思ってたりもするんだけど、ちょ、凪さん絶対にちょっとで、ね、まず順風ではやっていただくの。でもあのほら早速俺が言った、はいはいはい、あの本読み配信した方がいいよを、うんうん、使ったのでちょっと後で請求書は回そうと思ってるんだけど。やべえ、言わなきゃよかった。思いついたんですけどって言われた。ちょっともうたまたま偶然、あ、ナギさんも言ってたか、ファンドレイズしちゃったから。そのファンドレイズ、ナギさんはしぶじ印ではございませんから。ねえ、著作権が発生してたんです。そうそうそう、まあまあでもまあでもそういうようなことで別にどこの劇団っていうか、はい、うん、いろんな劇団で汎用できるようなこととかをいっぱいいっぱいなんか俺がもしあの持ってたらやばい。これあれだ、普通に裁判だったら負けるやん。やばい、ね、順風は本公演にこのままいけるのか。すいません、いつもなんか小柳さんが言ってたやつばっかりだったんですけど、いやでも本当あのなんかね、はい、お役に立つんだったら全然。いや、ありがとうございます、うん、本当に、はい、いやそんなね感じをいつにも増しておんぶに抱っこでございますけれどもですね、はい、順風男女なんとかまあ小劇場の皆さんのちょっと言いがないことで申し訳ないですけど、もう資金難みたいなものでちょっともうそこなんとかもう何も一切感じさせないのをね、ピカのコントを皆さんにお届けできると思うのでですね、あのぜひぜひ見に来ていただきたいなと思っております。はい、ではですね、詳細申し上げます。6月9日金曜日から11日の日曜日でございます。東京公演ですね。劇場はオフオフ、下北沢のオフオフシアターでございます。はい、愛知公演は6月17日土曜日から、18日の日曜日でございます。はい、こちら長久手文化の家光のホールでまたやらせていただきますということで、チケット絶賛発売中でございます。はい、はい、前回はですね、 ありがたいことに完売が結構起こっていたんですけれどもですね、うん、この時点で完売が起こっているとは思うんですけれども、うん、前回です極端にちょっと席数が少なかったっていうのは、ね、あったんですが、今回ちょっと広めの劇場でございますので、まだまだチケットどこかねあると思いますんで、はい、ゲットしてみてか、まだまだありますんでっていうのもあれなんですけれども、うん、去年よりはある気がしますんで、はい、ぜひゲットして、遊びに来てください。はい、よろしくお願いいたします。それではまた来週劇場でお会いしましょう。そうね、オフオフシアターで君と握手、君と握手、はい、もう濃厚接触できるのか。握手もありか。はい、はい、ありがとうございました。柳沢志口と平野健介の割と本気です。